階段チキンライス頼みました。こんな感じで、これ普通のローステッドが1個とスチームドが1個やね。ティエンティエン来たと豆乳シェイク買った。豆乳シェイク飲みたい。うん、飲んで飲んで。これは上にかけるのかな、つけるのかな。つける。あ、つけるんだ。一応操作もかかってて、はんはん、ベッドでくれた。ついにポクッと食べていい子。うん、いただきます。お、骨、これにつけるの。これなわけないか。あ、ダラダラだこれ。なるほど、想像してたよりは普通。なんというか、まあ単純にそのまま蒸した鶏って感じやねに、ちょっと出汁入れたみたいな味。そりゃそうだ。うまい。ご飯うまい。ご飯は美味しい。ご飯うま。うん。出汁で炊いてあるね。昨日の匂いしないで。うん。ローステッド美味しそう。思った。ローステッドも美味しそう。うん。美味しい？うんうん。あ。こっちの方がなんか日本人が好きそうな味やね。角煮までいかんけど、そういう甘じょっぱく煮たような味がする。おいしい。チャイナタウンの街並みです。ほんとだ、あそこは何だろう、おしゃれそうなカフェがあります。今日も32度。さっきスコールにやられて一瞬傘を差したけど大丈夫だった。かわいいね、ゾウさんかわいい。持ってる、みんな持ってるコースター。わー、欲しかったやつだ。いや、これは可愛いわ。でもおんま、そうそうそう、これをもう買っちゃう。アラブストリーズに行く。あ、これやん、ミクさん買っとったの。なんかもっとこう、これのこう木の形だったりする。あるよ、ここの下にいっぱい。カゴバッグ、ちょっと待って待って、これしおり、やば、かわいい。こうちゃん、これしおりだよ。しおり、うん、かわいいだろう。眺めだね。わあ、好きそうなのある。またはみ出ちゃうね、しおりばっかり増えちゃう。うんうん、否めないマーベル感。お、オレン様が飲んでたジュース発見。自家搾りで2ドルのオレンジジュース飲まんけど。ねえ、移動しようか。じゃあ次はアラブストリートへ。ゴーゴー。ゴー。うん、そう、編集店。アラブストリートに着いて、めちゃくちゃ暑いからカフェを探し中です。あれが噂のサルタンモスク。タラーン。ソーリー、みんな動画撮ってる。お値段書いてない。うわー、細かー。お値段が書いてありません。ウープス。
How much is that? $5. One each? Thanks. かわいい街並みが。うわ、何これ、すごいかわいい。あ、モスクへ続く道だ。モスク見えるよ、こっから。暑っ。かわいいね。後でキャプチャーしてあげる。かわいい。かわいい。なにそれ、踊ってるじゃん。かわいい。わあ、素敵なグラス。わあ、かわいい。この踊り子一個買ってもいいかもね。めっちゃ可愛い。これどうしよう。赤と青じゃん。え、そっちも可愛いじゃん。模様がいっぱい入ってる。オール可愛い。You're from Tokyo, Osaka? We are from Fukuoka. 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 You know Fukuoka? No, because I heard about it. Yeah. It's really south. South of Japan. South of Japan. Noriko, やばい。これか。置物もある、 Noriko。えぐい。どうしよう。でもあのコースターは一個買いじゃない？わあ、かわいい。小皿かわいい。どうしようかな。これいいかも。アクセサリー入れ？マジ？買いかもしれない。わー、素敵。めっちゃ可愛い。本当だ、素敵。This is all handmade. See? Japanese, I like. Yeah. It's from Turkey. Yes.All handmade. Wow. Oh my god. This one 20. This one 25. This is 30. You see, inside also have flower. Oh, really? Kawaii. Kawaii. Oh my god. これが12だって。うん。How about outside coaster? $5. Okay. Oh, really? Oh. Ooh. かわいい。これやばい。かわいいね、それ。かわいい。これ色彩が。しかもなんかボコボコしてる。え、待って、これかわいい。これ。おっさまじ。え、かわいい。かわいい、それ。かわいい。すごいね。ようこんな作るわ。やばい。いやー、品揃えいいね、ここ。かわいい。何これ、どうしよう、アラブストリートを割って歩いて5分ちょいかな、ウギスにやってまいりました。お土産がたくさんあるというあのウギスの商店街に行くよ。やばい、目駅前より人多い。これはね、多分スマホが怖いから直します。アンニョン。あ、大ちゃんの、大ちゃんのサメだ。このペンギンのお菓子がどこに行っても置いてあるね、うん、有名なのかな。ちょっとかわいい、これちょっとかわいい。ちょっとかわいいぞ。あ、かわいいねえ、うん、色もね、ちょっと探してた、うん、こういうの。わ
わ。すごいっす。ガーデンズバイザベイにやってまいりました。グラブタクシーでパンパシフィックホテルから10分弱ぐらい乗って10ドルちょい。ねえ、ギフトショップ行かないかんっぽいね。先に、あ、でもありかな。まだ明るいし。そうね。だって暗くないしね、まだ。光らんやろ、全然。そうだね。おー、これがレイの。たーん。でかっ。わあ、かわいい。え、B さんの形のマグネットとか見てないね。あったかな、かわいいやつ。どれどれ。かわいい。ああ、かわいいね。これにする。おしゃれ。かわいい、かわいい。こういうなんか絵のタッチのあんまりなかったもんね。これクリスタル。わからない。あいぶー、いごってカンカンみたいなの。ほんとだね。でもウサちゃんもいるよ。ウサちゃん動くわけでもない。ゾウだ。これはどう。それかわいいじゃん。これ、ふむふむ。Gardens by the Bay。 おー、これは可愛いのでは。ふむふむ、見て、これさっきアラブストリートで手に入れたブレスレット。かわいい。うわー、水飛んでくる。すごすぎる。いいよ。わー、山登りしたみたいね。クラウドフォレストの上の方まで今エスカレーターでブワーって上がって、こんな感じでなみ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 降りてってるところです。 It's so beautiful。 めっちゃ高くてお尻の穴がキュッとする。こんなにいっぱい人が乗って怖いよ。あ、なんとかなんとかツリーが見えるよ。きれい。マリーナベイサンズの中に入ってきたよ。外の光と水のショーを見終わって今9時過ぎ、馬車コーヒー目指して行ってます。ブランドの攻撃がすごい。コーヒー買いに来た。もうだいぶ売り切れだ。テイクアウトできるんじゃない。どれが定番なんだろう。甘いよね。ねえ、するね。キャンドルか。馬車のコースター。
9時半ぐらいだからもう人がいない。見やすい。187ドルか。ケニア。どうしようかな。ちょっと本気で見まする。コーヒーアソーテッドが欲しいな。なんとかなんとか店舗、お寺か、すげえ。オーマイガーやばいんだけど、ちなみにこんな感じ、リトルインディアは。すげえな。1時20分の飛行機に乗りにチャンギ空港に再び戻ってきまして、今ジュエルでショッピング中です。ジュエルすごい。空港の中なのにお水がたくさん流れている。こんな感じでパリバケットが入ってたり、ハンズが入ってたり、今そこのナイキではあのシンガポール限定の T シャツがあったりとかして、ちょっと忙しいかな。うん、アップルとか無印まである。やっぱ日系企業が多い多い、シンガポールどこ行っても日系企業が見えるわ。え、こん中電車通るんだ、すごい、ほんとすごいね。